はいどうも、セブンナイツおじさんです。韓国版セブンナイツやっていきたいと思います。今日はね、少し前から上位陣の中で、クリス耐久だとノックスを使っているんですけども、私もですね、ノックスをちょっと導入してみようと思いまして、とりあえず40金まで、育成をいたしました。はい。で、今から、これを覚醒させて、アリーナで、ちょっと使ってみたいなと思います。てか、装備させなきゃよかったな。覚醒させまーす。イエーイ!ノックス!チャンスラーに対抗するのはノックスしかない!イケメン。よかったよ。インベントリーがいっぱいですが、折れなくて。で、武器は弱点を2本、覚醒武器を装備して、防具はヒットポイントですね。で、専用装備は、ノックスの専用装備は持ってないので、ヒットポイント。一番いいのはノックスの専用装備でヒットポイントみたいですね。ヒットポイントの装備を、装備させます。リングはね、いいのがないんですよね。なので、ちょっとリングは保留かな。なんか上位陣のやつを見ると、ダメージ量、ダメージを 45% まで、ヒットポイントの 45% までしか受けないっていうやつですね。と、不死のリング。になってるみたいですね。なるほどなと。すごかったのは専用装備で第3のオプションで一目で2000上がるってやつがあるみたいですね。さあ、まずはアリーナ。ちょっと編成変えますね。孫悟空と交代します。で、今週の、更新アップデートで、限界上限突破が50になるはずなんですよね、確か。で、クリスが一応2体いるので、育成途中なんですけど、まぁ、ちょっと今週中に、もう、アップデート来たらすぐ、こう、50にできるように、ちょっと調整しようかなと思ってます。で、テオに関しても、ボードとパズルで、50狙っていこうかなと。で、エリシアに関しては、いるので、エリシアも、闇の元素が足んないんだけど、エリシアに関しても、上限突破50すぐできると思うんで、パーティーのパワーアップは早いかなと。ナタに関しては、ちょっと、フィーナ使うか、調合を使うか、ちょっとどっちにするかちょっと悩んでるところなんですけど。そこら辺は、焦らず、焦った方がいいよね。耐久力重要だからね。耐久パだから。とにかく SP ヒーロー、ちょっと優先にやろうかなと思っております。さあ、ちょっとやってみようか。ノックス入れて、レベル40だけど入れてみてどうなるか。いきます。あ、ちょっと待って。いいよね、もうノックスで。弱点武器だから防御は除外される方がいい。オッケー。いきます。
テオバックのパーティーですね。お、弱点でうまくノックスから動いてくれましたね。ただ遅延のスキルではなかった。ソシエア入らないよね。反射つい、今反射ついてるから。てかもう覚醒スキル溜まっちゃったんだ。よく見たらあれクリスか。新しい衣装のクリスか、あれ。気づかなかった。助かったな。貫通でもさすがに食らな。全員即死になった。すげえ。これが遅延の方スキルだよね。オッケー。いいね。めちゃめちゃノックススキル打ちまくってくれますね。うわーか、すげえ。先に使われた。これで向こうの手を倒したね。まだザンクロ打ってないからな。ここで打ってもらいたいところですな。即死が結構入ってるね。テオは凍ってない。俺のエリシア、人見るとすげえ高いんだけど、まだ。あー、テオが、使ってくれ、クリス、オッケー。クリスやばくてもこれで、あー、嘘だろ。これじゃあ倒せないよ。あー。あ、でも、ターン経過で倒したかも。オッケー。あー、悪くないっすね。即死耐久できてる気がする。同じクリス対クリスパだったから、結構厳しかったじゃないでしょうかね、これは。ただちょっとバフ剥がしを打つスピードは遅くなるんで、それだけちょっと、あるかな。うわー、ノックス。これ固定ダメージとバフ剥がしって強いよな。ちょっとダメっぽいっすね、これは。ちょっとダメっぽいですね。ボコボコにされてますね。覚醒ゲージもたまんないし。
これがバフアガシあったかどうか覚えてねえんだよな。これは大丈夫だろ、ソーハメ巨人。これ使ってもすぐバフアガシ使っちゃうと意味ないんだよね。オッケー、これだったら大丈夫。ノックスいけ、よし、オッケー、即死、オッケー、悪くないっすね。ただ、ちょっとこれは、負けちゃいましたね。お互い、ターン経過で、どっちが先に倒れるか。勝った。ラッキー。テオは、あれですからね、状態以上無効になりますからね。まあ、テオだけはバッファー貸しでしっかり倒さないといかんと。ナタがあんなダメージ受けるのきついな。これはノックス死んだか、まあ、大丈夫か。ただ、ナタクはいなくなっちゃう、このままだと。初手で撃つスキルが、クールタイム延長だと、もう一発スキル撃てるんですけどね。よし、全体バフ剥がし。で、2ターンだから、カールヘロンだから2ターンです。で、いいんでね。これでもう状態以上入っていくんで。あー、ノックスやられちったか。固定ダメージ。よし、カルヘロン倒した。あれ、一気に、いろんなやつも倒した。てか、あれだな、テオに、不死のリングついてんだ。クリスがね、4ターン覚醒になったからかなり強いんですよね。今4ターンは、4ターンバフ剥がしてないから、これで死なないんですよね。今までだと死んじゃうから。これで、一回、あれがあるけど、次バフ剥がし打ってくれれば、勝てる。これで勝てる。オーケー。いいね。スパイクだとバフ剥がしはないんで、まあ、そういう点ではエリシア、俺のパーティーには合ってる気がするんですよね。スパイクが、1で生き残った後、ヒットポイント回復するようになったんで、そこが、やっぱり生存力のが高くなってるのが、まあ、俺がエリシアを続けるか、やめるかっていうところになってくると思うんですよね。おお、これは痛い。よっしゃ、即死入った。ノックス免疫ないからね、全部食らっちゃうんでね、それだけはちょっと。
行け、即死。おっしゃ、スパイクはもう即死させるのが一番。あ、ちょっと待って、なんかノックス沈黙させられてないですか。やられちゃったな。テオにはザンクロを打ってもらいたい。打てるね、これは。おっしゃー、いけー。で、相手のテオがおだぶつ。ああ、思い出のかけら。うん、でも勝率上がった気がする。三悟空からノックスに変えて勝率上がった気がすんぞ。孫悟空、お疲れ様でした。俺は、ノックスを育てる。で、テオにも一応即死リングつけてるんですよ。すげえ。レベルが高くなれば、あそこのテオのところをアイリーンに変えるっていうのもありなんですよね。通常攻撃もパワーアップするんで。やられちゃったな、もう、ノックスが。いいぞ、バフ剥がしが、あれ、テオに入る。いつものやつ。最近これよくやっちゃうな。配線の流れを変えたからな、これ。オーケー。いけ、クリス。オーケー。いや、まだ向こうのクリスが暴走してない。これは雷光陣だから大丈夫。でもエリシアは、まだ生きてるか。オーケー。いいぞ。素晴らしい。雷光陣来た。あー、これはどうなるかな。絶対的に火力で負けてる気がするんだけど、これ。あ、でも3000の固定ダメージが。いけ！あ、抑えられた。そうだ、30%。あなたがまだ不死のリング残ってたんだ。いいぞ、これ勝った。おっしゃノックス強い。いいぞ、ノックス。前日は4勝1敗だったんですけど、今日これで5勝できたってことは、勝率上がったってことなんで、強い相手と戦って勝率上がってるんで、これはいいですね。ちょっとこれ、やるの楽しくなるね。ちょっとコウ君と戦ってみよう。負けても勝っても全然いいので。状態異常が、コウ君は弱いので、ネックなところがあるので、これはもしかしたら勝てんじゃないか。久しぶりに勝てんじゃないかな。まあ、本当は完成させてから挑みたいところなんですけど、やっぱりちょっとテンション上がってるんで、無謀な挑戦に。で、コウ君マスター行ってる、チャレンジャー行ってるんで、うまくすれば、俺も、もう即死入った。いけ、俺の嫌いなチャンスラーに即死を食らしてやるんだ。いけ、俺のパーティーたちよ。
ちょっとなぁ、スキル回しがあんまよろしくないなぁ。いや、もう孫悟空が打てるんだけど、早いな。ノックスやられちった。バフハガシで全部売り切れちゃったんだけど。まあ向こうも対乱斬撃このタイミングで打ったんでね、ラッキーだとは思うんですけど。いけ即死だ。ノックスを、ノックスじゃない、チャンスラーを。あー、畜生、結局これか。結局これか。俺が暴走を使ってる時点で、なかなかちょっと難しいのかな。チャンスラーが全然倒せねえな。勝てない。ノックスがちょっと早く倒れすぎたっていうのはあるよね。ノックスをまず貫突させるところからだな。ノックスのステータスはちなみにこんな感じ。今、瞳の9219、攻撃力2704、防御力1543。まあ、全然だよね。防御力に関して言えば、線も違うからね、エリシアと。ここまで行かないにしろ、同じ万能型だから、まあ、2000は超えられるはずなんだよね。ここか。今こんな感じでしょ。普通にあと3つ上げるだけで300上がるから、まずこれをねやんないと。そうそう、1800か。うん、まだまだだな。はい、まあちょっとノックスの育成頑張っていきたいと思います。それでは、ノックス使えるキャラなんで、ぜひね、あのクリス軍使ってる方はぜひノックスを育成してクリスと共闘させてみてください。ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。